200年以上前から阿蘇市波野に伝わる郷土芸能神楽。波野では現在2つの神楽保存会があり、そのうちの1つ横堀岩戸神楽保存会がこの日、熊本地震後初めての神楽公演を阿蘇市のホテルで行いました。7月7日の七夕の夜に行われた夜神楽公演では、荒ぶる神々を鎮めるマハライと、ヤマタノオロチを退治するヤグモ払いが、熊本地震からの復旧復興の願いを込め上演されました。観客からは惜しみない拍手が送られ、地震後大きな一歩となる公演となりました。私たちは地域に伝わる伝統芸能神楽を伝承している横堀岩戸神楽保存会の活動をおよそ1年にわたり追いかけました。阿蘇市波野の横堀地区、26戸のこの集落にはおよそ250年以上も前から神楽が伝承されています。横堀地区では昔から五穀豊穣、家内安全、武運長久を祈願し、13座の演目が代々舞い継がれてきました。明治から大正時代にかけて盛んになり、戦後衰退した時期もありましたが、横堀地区の人々の熱意で横堀神楽団体として残してきたものを横堀岩戸神楽保存会として昭和51年に再結成し、現在では各地の祭りごとやイベントなどに積極的に参加し、その伝統を守っています。毎週水曜日の夜に練習を行っている横堀岩戸神楽保存会、メンバーは18人で50代が中心です。この保存会に昨年1月新しく10代と30代の2人が入会しました。横堀地区の出身で阿蘇市外に住む後藤大志さんと、愛知県出身で平成26年7月に横堀地区で赤牛の繁殖農家として独立した石川智成さんです。後藤さんは小学生の時に波野小学校子ども神楽部で神楽の経験があり、現在は阿蘇市以外に住んでいますが、保存会の先輩に誘われて今回7年ぶりに神楽に取り組んでいます。足の運び方や所作などは体が覚えているようで、即戦力として期待されています。石川さんはゼロからのスタートですが、とても練習熱心で、全体の練習が終わった後も先輩を捕まえては指導を受け、神楽を始めてわずか3ヶ月で舞台デビューを果たすほど成長が早く、こちらも期待の新人です。そうですね、やっぱり昔からまあここに住んできたので、そういろいろ地域の方々にも支えてもらったので、次は自分がまあこういう神楽を通してまあ地域の人たちを支えていけたらなということで、はい、今練習に取り組んでます。もともと地元の人間じゃないんでですね、でこの波野に来るきっかけをくれたのがその学長なんですよ。岩瀬さん、はい、まあそれで、まあ、横堀に来たからには、はい、まあ、やった方がいいかなと、自分では地域に溶け込むためにですね、はい、まあ、そういうのはもう率先してやっていこうっていう感じで、はい、石川さんを神楽に誘った学長の岩瀬真嗣さんです。学長とは、練習の計画、神楽公演の出演者の手配から
後輩の指導まで何でもこなすメンバーのまとめ役です。岩瀬さんは石川さんの近くに住んでいて、畜産農家としても大先輩で、石川さんが地域に溶け込めるようにと神楽を進めました。メンバーがちょっともう高齢化もあって、メンバー募集中とはずっと前から知ったけんですね。で、一応もうこっちに入ってきたら消防と神楽は入らないかんばいちな話をしてたんで、そうですね、石川くんが全然下骨がなかったけんですね。と太一くんは、中学校かな、中学校の時に神楽部に入っててしたんで、だいたい道筋とかそういうのは分かってたんで、石川くんが全然ですね、あれだったけんが、その輪にはようここまで来たなって思う。でまた今方、久美くんが今教えよるけんですね。あの月切りで、要あの神楽の練習が終わってからでもまた30分ぐらい練習をしてたんで、結構飲み込み近い、時間的には早くマスターしたような感じ。神楽には楽譜や資料はなく、一つ一つの舞は先輩から後輩へ、言葉と体で伝えられてきました。13座の演目を確実に継承するためにも、2番手3番手の舞手の育成が現在の課題だそうです。踊りじゃないから、神楽が舞って言われたこと、舞い上がらんとですね、神楽って言われんと、それがもう先輩から厳しくですね、もう俺は踊りじゃねえねえ、回らんといかんって言われてる。横堀岩戸神楽は大分の豊後岩戸神楽の流れを組む深山流で、舞が激しいのが特徴です。一つを舞い終わると倒れ込むこともあるそうで、足や腰の痛みをかばいながら舞うメンバーも。さっきあの腰にもコルセットを入れてましたよね。いや結構舞が激しいからでね、まあ、足とか腰には負担がかかるんで大変ですけど、かばいながら。そうですね、もうまあそうですけど会員の高齢化と神楽の担い手不足に悩んでいた横堀岩戸神楽保存会では、5年前にある改革を行いました。それはこれまで横堀地区に住む住民で構成されていた会員を横堀地区以外からも募集し増やしたことです。現在18人のメンバーのうち2人は横堀地区以外から来ています。悩まれました。やっぱりですね、一つは伝統があったからですね、横堀区の中に伝わった横堀岩とかぐらいだったから、それをまあ文句を広めて、なんか開いた時はなんか名前が変わっていくような抵抗があったからですね、やっぱり最低でも13人を切るとですね、神楽座が成り立たないですね。で今は18人、まあ18人ぐらいがですね、団体としては一番うまい、運営がしやすいところまでですね。だけどやっぱり若手がおらんとで、変わってきない。毎年秋に阿蘇市浪野で開催される神楽フェスティバル。24回目を迎えるこの舞台に、今回は後藤さんと石川さんが臨みました。
楽しかったです、はい、久しぶりにこの世界の上から見る景色はいかがでしたか。いや、やっぱ気持ちよかったです。はい、なんかそうですね、普段味わえるような景色じゃないので、そうですね、とても楽しかったです。はい、これから存在の中でどんな存在になっていきたいと思ってますか。そうですね、まだ入ったばっかりなので、まずは先輩たちの動きを見て、まあ、そういずれ地元に残っていくためにやっぱ自分もやっぱ先輩たちの後押しがないといけないと思うので、やっぱそういうことを意識しながら、まあ、これから練習していきたいと思います。頑張ってください。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。見ればですね、やりたいっていいんじゃないのかなとは思うんですけど、はい、じゃあ、まあ何年後かに親子で、はい、親子で、あ、そうですね。そうだったら嬉しいですけど、はい、かっこいいなと思いました。どんなとこが練習期間が短いのになんかちゃんとやれてるなと思ってですね、ガチガチに緊張しているのは分かりましたけど、なんかかっこよかったですね。そうですね、温かく私たちを受け入れてくれて、すごく親切にしてくれますね。すごい溶け込みやすいところだと思います。はい、やっぱりそれもじゃあ神楽を通してまたより受け入れてくださった部分っていうのは何か感じることありますか。ね、ありますね、すごく仲間意識というかそういうのを感じてくれると思うので、こちらも、ね、ありがたいと思ってます。毎年11月3日は横堀地区の秋祭り。地区の人たちが全員参加してのお祭りには、もちろん神楽も奉納されます。石川さんの奥さんも祭りに参加し、地域の人たちから温かく迎えられ、今ではすっかり横堀地区に溶け込んでいます。そしてこの日、地区の人たちに改めて新人の後藤さんと石川さんが紹介されました。横堀地区の人たちが大事に守り伝えてきた神楽、その灯火はしっかりと若い人たちにも受け継がれています。